タラール一世、ピン・アブドゥッターは、ヨルダン国王。1939年に、イギリスのサンドハースと、王立陸軍士官学校卒業。フォー・アブドゥッター一世が1951年7月20日に、エルサレムで暗殺されたため、第二代ヨルダン国王に即位した。しかし、極端なまでのイギリス嫌いであり、また祖父夫妻イブンアリーの復診のグラブパシャと、 衝突するなど問題を起こしていた。そのため、弟のナー・イフ・ビン・アブドゥッターが、殺傷になっていたが、精神状態が悪いという理由で議会により退位を余儀なくされた。タラールの長男のフセイン一世が1952年8月11日に、即位したが、法定年齢以下であったため、国王になったのは1953年5月2日であった。 なお子息は4男2女いたが、成人したのは三男一女であった。ヨルダンで発行されているジューディナール紙幣に肖像が使用されている。ありがとうございます。